くあるのが学校の先生、いわゆるお寺さんとか宮さんの後継ぎっていうのは学校の先生とか公務員とか、まあ、勤めながらやるということが多いんですけど、まあ、それは、まあ、自分としてもいろいろ考えた中でですね、まあ、経営者、いわゆるその経営をすることを自分で、やってみたいと思ったんで、宮を継ぎながら事業を起こすということを考えました。もともと神社を継ぎながらどんな事業をやるかということもいろいろ考えたんですけど、江戸時代はですね、神社とかお寺、それから新潟ですと、まあ、庄屋さん、まあ、農家の、まあ、親玉ですけど、そこが地域の、住民の人たち、地域の人たちの教育機関、いわゆる言葉で言うと寺子屋っていう概念ですね。で、その公的な小学校とかですね、そういうことはなかったわけで、庶民の教育、読み書きそろばんっていうのはそういう機能をもともと神社は持ってたの。私今昭和52年から始めたんですけど、その前は先輩たちは大体、多くがですね、幼稚園とか保育園をやってましたですね。だからもともとやっぱりその神社がやる関連事業として教育事業って非常にこうふさわしいし、そういうことを考えると、なんで神とお宮がですねそこに出ていって、何ら不思議がないと思って、関わった人たちの幸福と幸せを第一に考え、そこに携わったいわゆる学生だとか患者さんとかサービスを受ける人たちが満足していただくにはどうしたらいいかということを考え続けること、いや、そういうことだなっていうことは、こう経営をしながらなお確信していくということでしょうかね。体験を通して神社の目標と一緒です。神社っていうのは、だから人々の幸福のためにご祈祷するわけでしょ、ね、家内安全、ね、商売繁盛 ってことを祝詞をあげてお祈りしてあげるのが、させていただくのが神主の仕事、それを教育とかですね、授業を通して実践をしていると。もういろんな場面ありますよね。それは教育もそうだし、例えば意欲しもそうだし、アルビレックスもそうだし、本当に感動して喜びって、多分涙流してますよ。教育の場面では、例えば謝恩会含めてですね、まあ、節々の検定を取るとか国家試験を取るとか、例えばコンペティションでデザインの学生がですね、世界的なコンクールで優勝する、その時に、感動でやっぱり先生と手を抱き合って、手を取り合って抱き合ってやってる時なんか、すごい喜びですよね。で、まあ、医療福祉の場合は、おじいちゃんおばあちゃんがですね、寝たきりが回復してきてですね、で自分で自分のことができるようになることとかですね、アルブレックスだと、まあ、いい意味で昇格して、みんなでこう4万2,000人のスタジアムが全員で目頭を熱くして、みんなでハイタッチして抱き合ってるっていうシーンっていうのはすごい感動的ですよね。そういうことじゃないでしょうかね。人の幸せって考えると、昨年の3.11見てもですね、皆さん感じることがいっぱいあったと思うんですね。それはどういうことかというと、その地域の絆とかですね、地域を再生していくっていうこととかですね、で本当に幸せって何かって、まあ東京出れば幸せがあったと思ったらですね、なかなかやっぱ厳しい局面で、いろんな孤独死も含めたですね、犯罪が起こってると。だけど、その家族がしてですね、バラバラになって、地方は高齢者が残されたと見ましたよね。で、地方復活するには高齢者しかいないんで、なかなか難しいですねっていうのが、まあ、逆にものすごい絆で地域のあったんだけど、そこには若者がなかなか少なくてですね、復活するには難しいっていう現状も見えたし、そうするとですね、改めて考えるのが、本当の幸せって何かってなると、やりがいのある仕事はもちろんですけど、やっぱり家族とかですね、地域とかですね、そういう絆でをベースにしながら、そこからまあ優位な人材が行って祭りごとに参加しながら、ある時は地域に帰れるとかですね、まあ、そうすると、各地個性のある地域が経済的自立して、そういうのが日本全国に個性ある地域があって、でそういうことが健全な国の発展になると思うんですね。
まあ、その当然サッカーに関しては日本の中でもですね、大変、まあ、最もどういうのかな、活発じゃない地域だったんですけど、まあ、そういう中でワールドカップを開催を新潟にするしたいという、まあ、関係者がいた。で、県も、まあ、一応取り上げて、経済人に声がかかって、で、まあ、そのうちの一人として私も声がかかって、で、まあ、関与しているうちに、まあ、ワールドカップというのは素晴らしい、国際スポーツイベントだと。オリンピック以上だというようなイメージもあってですね、これは新潟に開催されたら素晴らしいなということを、まあ、感じるようになって、開催する新潟に開催する条件として J リーグを目指すチームがなければ新潟はなかなかその開催権の承認されないんじゃないかということで、じゃあ少なくとも、まあ、他の地域手を挙げてるところはみんな J リーグを目指してるか、もう J リーグのチームがあるところだったんで、新潟は全然なかった。まあ、それであれば地域リーグから参戦なんですけど、まあ、少なくともチャレンジして、チームを持つことによって、まあ、そのワールドカップ開催地としての位置づけをね、開催地を持ってこれる位置づけとして、チームを推進していく必要があると。で、そういう意味で地域リーグからワールドカップ開催地にエントリーしたのは新潟だけじゃなかったかと思います。大変遅れた地域なんだけど、ぜひワールドカップ開催したいという思いでサッカーチームを、プロチームを作ったという感じです。で、ワールドカップ決まったんですけど、まあ、それを存続させるかどうか、やっぱそんな簡単、経営は簡単じゃないんですけど、決まって、まあ、大変苦労してるわけですね、そのプロチーム、まあ、どこもそうだったわけですけど。で、その中で存続させるかどうかということに関しては、その地域密着のプロチームを持てるということに関して非常にこう、新潟にとって活性化にとってものすごい可能性を感じたんで、なんとか存続をさせようということで、その存続のさせ方は、まあ、大企業が後ろバックにあるわけでもないんで、まあ、その J リーグの理念ということを考えた場合に、地域密着で地域の人たちに広く薄く支えていただく構造を作り上げることしか存続の道はないということで、地域の人たちに広く薄く後援会、日本一の後援会組織を作って支える仕組みを作ったと。で、今やってるのが最の、まあ、還暦すぎて、特に郵便デスク協議会の連合会長になったという一つの、まあ、大きな理由としてはですね、明治の初めに渋沢栄一さんという方がですね、まあ、侍がですね、社会が大きく変化したことによって職業が非常にこうなくなって、そのそれだけの優秀な人たちがその職業が何についてあるか見えなくなった、その場を提供するために500、生涯にわたって500社の企業の設立に関与されたと。で、そうであれば今地方都市が大変疲弊をしている中でですね、若者がなかなかそのいいやりがいのある職場が地方都市にはないという流れの中で、で、地方都市にそういう職場を作る、そうであれば渋沢栄一さんが500社を設立に関与したんであれば、私はそれを渋沢栄一さんの500社を超えて501社、新潟にそういう設立をしてやりがいの場を提供するべく、まあ、活動していくのが私のビジョンです。